1月にあの同じ芸人交換日記を僕はやらせていただいたんですけど、その時は、今回鈴木さんがやられる田中役をやって、今回僕はその相手役の河本役をやるということで、あの、まあ、本当にまだ日が浅いので、ちょっとこの短い期間の間で2つの役をやらせていただけるということは、なんかすごく自分も気合が入りますし、よりこの作品に対しての思いも強まっている時期ではあるので、まあ、僕たちが今日初日を迎えてから、あの他のメンバーにバトンパスしていく形で、あの仏閣とは始まっていくので、なんかすごいいいスタートを切れるように頑張りたいなと思ってます。純粋にすごく感動できる作品ですし、楽しめる作品にもなるので、会場も大きいので見に来てくださる一番後ろの方まで、僕たちの朗読劇が届くように一生懸命やりたいなと思ってます。実はその隼人君とこうやってお仕事させてもらうのは初めてなんですけど、出会ってからはもう10年ぐらい経つので、リアルにイエローハーツに近いのかなって話をさっき一緒にしてたので、あの2人であのいい漫才が最後に一番最後できたらいいなと思ってます。1月のその小森さんが出演されていた朗読劇を見に行った時にすごく感動をいただいたので、自分も声だけで多くの人の心にこう刺さるお芝居ができるように頑張りたいなと思います。今回本当にずっと出ずっぱなので、今日どうしてもちょっとあのお手洗いに行きたくなってしまったものですが、夢の最中にですよね。そうなんです。あそこでもうすごい考えたんですよ、僕も頭の中で、はい、いやここは絶対に行ってはダメだと、はい、ものすごい大事な終盤のシーンで、だけどね、もうどうしてもいろんな選択肢があった中で、やっぱりこれが一番最小で収まるなというものがあれでしたね。僕だってそれ新手のドッキリかと思ってちょっとカメラ探しましたもんね。ちょっと横とか見て、ちょ上とか見ましたもんね。だって僕カメラみたいな、どうした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 と思いますけど、本番は3人でステージ上で頑張りきりたいなと思ってます、はい、あの芸人交換日記ってあのフジファブリックの若者のすべてっていう楽曲が毎回使われて、まあ、そこがすごくこうストーリーとリンクしてる部分があるんですけど、 LDH のエンターテインメントということで、若者のすべてを劇団 EXILE の青柳翔さんが歌ってくださってまして、まだこれは本当にもう表にも公にも電波にも載ってない、音楽になってまして、今回のこの朗読劇を見に来てくださった方々に、直接届けばいいなという思いで、青柳さん本当に一から歌い直していただいた。めちゃくちゃいいですね。もう僕本当に、まあ、デジタルで出てないんであれですけど、本当にこれデジタル配信してくださいって本人にちょっと言いたいぐらいめちゃくちゃいい作品になっているので、もしこう劇場にあの来られる方がいましたら、その音楽とともにあの朗読劇と音楽とのこの合体を楽しんでいただければなと思います。